あるところに小さな夢がありました。誰が見たのかわからない、それは小さな夢でした。小さな夢を思いました。このままで消えていくのは嫌だ。どうすれば人に僕を見えてもらえるだろう。小さな夢は考えて考えてついに思いつけました。人間の自分の中に迷い込ませて世界を作らせればいいと。一番目ハリスは勇ましく剣を片手に不思議の国、いろんなものを切り捨てて真っ赤な道を敷いていった。そんなハリスは森の奥ゼミリットの矢に閉じ込められて、森にできた道がいに彼女のせいを知る術はなし。二番のアリスはおとなしく歌を歌って不思議の国、いろんな音をあふれさせてぐるっと世界を生み出した。そんなアリスはバラの花、惹かれて男に打ち殺されて真っ赤な花を虹に咲かせ、みんなに目だらら枯れてゆく。三番目ハリスは幼い子、綺麗な姿で不思議の国、いろんな人を惑わせておかしな国を作り上げた。そんなハリスは国の情報、いくつの夢に取りつかれて、くじくから谷を見ながら国の頂点にグリーンする。森の小道をたどったり、バラの木が下で大社会、お城からの招待状はハートのドラム。四番目アリスは双子の子、好奇心から不思議の国、いろんな扉をくり抜けてつさき合ってきたあなたに、気の強い兄と賢い弟、二人の夢は覚めないまま、不思議の国をさまよう。